クリボー一匹倒すだけ。クソほど楽そうなコースだな。お、地味に時間がねえ。地味に時間がねえぞ。残り6、5、4、3、2、パウがある、パウがある。なんか左から出てきたな、今。大ジャンプで、パウ取って、投げる。ダメか。あ、でも倒した、倒した、倒した。あははは、ちょっと待って。一回戻ってたらこれ間に合わねえな。どうしよう。ほら。あ、待って。ごめん。待って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 。もらった。いいタイミング、完璧です。いいね。いや、これね、実はめちゃくちゃ難かった。Fun and easy puzzle。 楽しいパズルです。合ってる。すごい直訳したけど、なんかここパウがあるな。すごく意味深だな。とりあえずここ入ります。はい。で、右下にブラックパックがいたから、ブラックパックをパウで倒せってことだとは思うけど、ピンポンが出て、とりあえず叩くのはいいとして、これ上行くのか。はい。あ、はい。上行って、この土管に、あー、入るって言おうとしたら、パウが出てきた。オッケーオッケー。じゃあこれ持って帰って、このブラックパックに当てる。はーい。で、次の土管、こういう風に一個一個謎を解いていけってことか。え？次、鍵を手に入れろか。じゃあ、キノコ取って、左ね。え？え？とりあえず、上ってあるから、上に投げてみっか。あ、戻ってきた。あ、わかった！きっとパウをここ置いて、で、左にドッスンがいるから、ドッスンの勢いでパウを上に。違う。わかった。ドッスンがいるから、ドッスンの勢いで、俺が上に乗るんだ。オッケーオッケーオッケー。こういうことか。え？下プラス A？ しゃがみジャンプで？どうすんの？しゃがみジャンプ、下プラス A って、しゃがみジャンプ？あ、違う、ごめん。多分、トゲメットを装着しろだ。はいはいはい。で、トゲメット装着したよ。で、え？装着したらこれダメだよね。このハテヤンブロック叩けないよね。いいの？いいのかな？え、良くないんじゃない？ちょっとね、よくわかんなくなってきちゃったよ。ちょっとよくわかんなくなってきた。とりあえず、このハテナを先押せか。あ、んで、鍵。で、ここで、メットを取って、あ、わかった。これ普通にジャンプしたんじゃ、メットって取れないんだ。あ、それ知らなかったな。じゃ、下押しながら、A を押すことで、取れねえじゃん。で、今、キノコ取ってっから、これ取った状態で、ほら、やっぱり普通のジャンプじゃダメなんだ。下プラス A。デカバリオだったらこれ取れるんだ。で、ここ壊して、で、普通に鍵がこのハテナブロック入ってるから、壊したら手に入るんだ。なんか、下手に深読みしちゃったわ。で、これでもう次のところいけるよね。で、トゲメットはしょうがないから、いや、トゲメット持っていけるか。いや、無理だよね。じゃあ、トゲメットここで脱いで、次行く。あ、どうせチビになんなきゃいけないのか。はいはい。じゃあ、ここでチビになって、はい、鍵ドア。さあ、次は？次、P スイッチが見えてたな、今。はい。P スイッチを押して、ここに戻ってこいか。または P スイッチを持ってこいだね。オフね。あ、オッケーオッケー。このギミックは比較的簡単ですよ。はい。はい。とか言って、かなりドキドキしてる。かなりドキドキしてる。あ、かなり、やべ、ドロ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 。俺自身は別に動かなくていいんだから、冷静になればいいんだよ。オッケーオッケー、これでいい。うん、俺もね、同時に右動いてたからよくわかんなくなっちゃってたわ。オッケー、じゃあこれで戻って、で、じゃあここで P スイッチ押してしまおう。いくぞ。はい。で、次のステージへ行ける。バネがあんな。え？違うか。なんだこれ。ヨッシー取って、
で、ファイヤー吹いてこのボム兵爆破させろってことっぽいね。よし、行ってみましょう。はい、で、ここがヨッシーかい？赤ヨッシー、赤ヨッシーは単発ファイヤーを吹ける。はい、あ、要するにこのギミックだよね。火吹いてボム兵を爆破させましょうってことだね。 OK、 これで、オンオフ起動させて、で、ドッスンがこっち来る。 OK、 で、パウが起動。パウ持ってく？あ、持ってきないか、下出せないもんね。じゃあこれで潜って、で、ファイヨッシー手に入れてから、はい、これで撃っちゃおうと。これでまた下行ける。これいいね、程よい、すごく程よい。上は何もないよね多分。さあ次の扉行っちゃいましょう。あ、中間だ。あ、ラストだって。よし行こう。ここに中間置くってことはなんか死に要因があるのかな。なんだこれ、ファイヤーだ。ファイヤーフラワーがあるから、これ3連ファイヤーになったな。行きましょう。で、鍵を手に入れてこい。 OK、 そういうことね。さあクッパを倒そう。ほい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 、あ、ああ、倒した。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと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 待って。とりあえずヨッシーは置いてきた。ヨッシーはこの戦いについてこれないと思ったから置いてきた。チャオズじゃねえんだから、チャオズじゃねえんだから。さあオンオフをして、クリアかな。クリアですね。はい、じゃあ満点です。あ、満点じゃねえや、満点取れなかったわ、クソ。ヨッシーも置いてくるわ、満点も取れないわ。ちょっといいとこはねえな。V 天空島アドベンチャー、スカイアイランドアドベンチャー。スカイアイランドだって。ほら、ワクワクすっぞ。ということで、なんかアドベンチャーって聞いたらね、もうどうしても俺はドラゴンボールがね、頭浮かんじゃうんだわ。あー、ダメダメ、キノコどっか行っちゃダメだよ。うわ、すっごいふわふわしてんだよな。これ下から行くか。あ、下やべえな、下やべえな。あー、これやべえな。ちょっと待てよ、ちょっと落ち着け落ち着け、落ち着いてもいいんだよ。落ち着いていきましょうね。ワクワクするけど、そのワクワクを抑えていこうぜ。下ルートで行きますと、あー、食らっちゃったわ。で、これは上か。はい、中間。すっげーふわふわして、なんか、操作感慣れないな。うん。言い訳っぽく聞こえるでしょう。100% 言い訳です。はい、キノコありがたい。キノコありがたいよ。あー、キノコ取りたいよ。オッケー、取れた。おっと、危ねえ。落ちるとこだった。ほんとにね、予想以上に、上下のスピードに対して、左右のスピードの方がね、倍ぐらいに速くて動かしにくいんだよ。あー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 オッケー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 、結果オーライ、結果生きてりゃオーライ。こののこの子は避けていこう。うん、頑張ったら踏めるけど、頑張らなくていいから。あー、もう頑張らなくても当たっちゃったわ。行こう。え、これ上だね。はい、上行く、上行く。右ルートで僕は行きますよ。オッケー、あー、おー、危ねえ。落ちちゃった。よし、行こう。ここはキノコか。あ、キノコだね。よし、握る。あー、キノコ欲しいけど、ちょっとここ我慢しよう。我慢して、上行こう。うん、多分我慢した方が俺の生存率高いはず。今見えましたよ、左上。フラッグですね、これ。中間フラッグですね。ありがてえ。ありがてえよ。これ無限に上行っちゃうな。あー、フラワーだ。ありがてえ。ファイヤーバーを。カレーに起きてく。カレーだぜ。オッケー、あー、カレーに落ちてった。オッケー。うーん、あいつ邪魔くせえな。今か。オッケー。いけてる。いけてる。本当にね、この無重力は、伝わらない難しさがあるわ。あ、ワンナップキノコ、ありがとう。あー、いや、無理はしない。しかも多分右だね、これ。右だわ、多分ルート右で、ファイアバー気をつけて。あー、しょうがない。オッケー、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 オッケーです。で、これちょっとツタがあるから、ツタを活用しよう、ツタを。はいはいはい。で、あ、ここもなんかあるな。ファイヤーでやってくれ。ありがてえ。よし。右上、行っちゃおう。
ングすぐ飛び合い、オッケーオッケーオッケー、越していく、わーわーわーおーあー結局食らった、結構奇跡的に受けてた、でも大丈夫、まだある、お花火が上がったからこれでクリアかもしれない、いくぜもらった、クリアだ、え、あの右上がすっげー気になるな、右上行っちゃおう、おら大丈夫、さあなんだ、俺の予想はスタ、あ、ワンナップ来とこ、うん、ありがたいありがたい、それでもありがたい、上は、あー何もなし、これなんかジャックと豆の木みたいだね、はいはい、サンクスですね、オッケーいやー、ほんとね、無重力いくもんじゃねえわ。むずい。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしですね、今回のデッキと動画、少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひぜひ、チャンネル登録と、そして、グッドボタン、ぜひ押していただけると本当に助かります。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画見てください。またね！